はい、では壁に塗っていきますね。塗り塗りは基本的に2回塗りをしてください。1回目は全体をもうならすように薄く塗りつけていきます。材料をまずこう乗せていただいて、このまま裏返しのまんま壁にトンと乗せます。そしてここを徐々に壁と平行になるように塗りつけていきます。でその時ここのですね、進行方向を少し浮かせて進めます。だいたい2ミリから3ミリぐらい浮かせるような形でこうやってこすりつけていきます。でこれ傾けすぎちゃうとこうやって材料を持っていってしまうので、こうあまり傾けすぎずこれぐらいですね。で逆に倒しすぎちゃうとコテがしっくり埋まってしまうので、こんな感じに動かなくなっちゃいます。こうですね。で一応まあ全体的にこうやって材料がいったらこうやって伸ばしていくよ。で、一個ちょっとご注意いただきたいのが、今僕がこう塗ってたようにこう全体をイメージして大胆に塗っていくんですね。で、ワークショップとかさせていただくときに初めてされる方がよくやってしまうことが、この辺だけをこう端っことか一部部分だけをこうやって何回もやってしまいがちなんですよね。なんで、まあ2回塗る理由としてなんですけど、とりあえずバーってこう薄くつけていただいて、でその後2回塗るときにこういったちょっと気になるところとかは修正をしながら塗ることができるので、大胆にもうここを塗るならここの面までもう全部バーって塗っていくっていうような意識で塗っていただければうまくいくと思います。こんな感じですね。これぐらいの面積であれば3回ぐらいにこう区切って、基本的には右利きの人は左上から塗っていきます。左利きの人は右上から塗っていくような形になりますので、固定から材料をこうやってこすりつけて塗れるようになればもう正直 80% ぐらいは塗れてるっていう感覚で大丈夫です。そのままこうやって塗り続けていっていただければと。で、あとこう塗っているとこういう感じでコテに漆喰がついちゃうんですよね。このまま放置というかずっとこの状態にしておくと、このコテについた漆喰がそのまま固まって、次塗るときにその跡がこうやって一緒に線を引いてしまったりするので、定期的にコテはこういうスニとかで常にこう綺麗にしておいてあげることが綺麗に仕上がる秘訣でもあります。じゃあちょっと出てきました。この端っこを今から塗っていきますね。端っこを塗るときなんですけども、いろいろこうやり方はあるんですが、一応2つパターンを塗り方ですね。一つは、基本的にはこう、こっち側からこう中に、こういう動きで塗っていくんですけど、このコテのこっち側ですね。こっち側に材料を持っていきたい。なんで、さっきほどまでやってたやり方でこっちに塗るので、こうやると、こうですね。で、この状態で、この端っこ、ちょっとむにゅっとこう押してあげると、少し隅までこう材料が出てるのがありますかね。この状態で、こっち側に引っ張ってあげると、端っこの隅の端っこまで材料が入ってるので、むにゅっと押して、むにゅですね。むにゅポイントに。で、もう一つのパターンなんですけど、こうやって材料をつけてまず、ではこの辺に端まで行ってないんですけど、材料が来てるので、この材料をこっちのまんまで持ってきて、また同じです。ニューとしてあげて、こっちに戻す。ニューです。
したら結構こうまた端まできちんと材料が入っていくので、これをこう繰り返すで巻いていきます。で、次、こっち側、塗り方はもう左側と同じなんですけど、こっち側を塗るときは、逆にこっちからこう、やっていくような形になるので、材料はコテのこっち側ですね。こっち側に乗せます。となると、今までの取り方だと、こっち側に乗っちゃうので、こっち側に乗せるには、ここがポイントですよ。一回、コテをくるっと回転してあげます。こっち側が平らになるように。で、この状態で材料を取ってあげると、こっち側につきますので、けどこれだとこうやって塗らないといけないので、もう一度この状態でコテを返してあげます。そうすると、こっち側につきますので、あとやり方は同じですね。ニュニュッとして。こうやってつけていきます。こんな感じですね。この隅まで材料が入ってます。で、また、さっきと同じように、この辺にガーッと材料を塗っていただいて、この材料を使って、でも、こういう風に隅まで材料が綺麗についていきますので、まあ、どちらでもやりやすいやり方で端っこの方はやっていただければなと思います。で、一応このもう端っこまで塗れるようになれば、正直 98% ぐらいはもうできたも同然と思っていただいて大丈夫です。じゃあ残りの 2% は何なのかっていう話なんですけど、例えばここまで塗ってちょっと疲れたから後で塗ろうとか、今日ちょっとこの後予定があるから明日また塗ろうとかっていう話で、この一つの面で途中で終わってしまうと、また次から始めるところとの境目にちょっとしたこう線が残ったりとか段差ができてしまったりして、見た目が非常に悪くなってしまうんですね。なのでこの一面に関してはもう基本的にはぶっ続けでやっていただければと思います。そういう意味で残りの 2% は冒頭でお伝えさせていただいた折れない心っていうのが非常に重要になってくるので、そこの部分塗られるときは意識して、なんでここに壁がもう一面あって、ここを塗ってと時間を休憩してこっちの側の壁を塗るとかっていうのは全然 OK になるので、この一面を塗るときはもう全部上から下まで塗っていただいて休憩を取っていただければなと思います。ではじゃあちょっと続きを塗っていきますね。この下のところも基本的にはこの端っこと同じやり方になります。下ニュッとして上に持っていく感じですね。こういう風にならしてあげると綺麗に、下も材料がちゃんと行き届いているようなイメージですね。こんな感じで1回目の塗りが完了です。ちょっと気になるところとかがあったら、その辺修復しながらこうやって塗っていくイメージですね。
感じですかね。うん、まあ、材料がちょっと残った場合はまあ、ポンと戻していただいて大丈夫です。でも、固定と固定板は基本的に使わなくなるのでバケツに水を入れていただいてここで洗っていただければ大丈夫かなと思います。はい、では今漆喰を全面塗り終わった後に今回次はパターンをちょっとつけていこうかなと思うんですけれども、パターンをつけていいタイミング、つけれるタイミングに関しては塗り終わったらもうパターンはつけていただいて大丈夫です。じゃあ今回ちょっとご紹介するのがこういったスポンジですね。普通の100均で5個入りとかで売ってるやつ、こういうのをちょっと使ってやっていきますね。じゃあこっちの面でちょっと硬い面ですね、優しくこういうちょっと軽く削っていくような、一応このぬりぬりは結構そのパターンをつけやすいように作らさせていただいているので、固定で、まあ、ある程度きれいに塗りつけるということができれば、あとはこういうふうなパターンをもう自由につけていただいて最終的にこう好きな形に好きな壁にしていただければなと思います。なので本当にこういう時はちっちゃいお子様と一緒にであったりとか、まあ、手袋をされていると思うのできれいにこう手形をつけていただいたりとかっていうことも可能なので、まあ、こういうふうにポン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 ってやっても面白い跡ができたりとかですね。でもう固定跡が残ってた方がいいよとかって言われる人はもうパターンなしでそのままもう固定の塗った感じっていうので終わらせていただいても大丈夫ですし、こういうふうにパターンをつけていただいてみんなで手形をつけたりとかっていうようなことをしていただいても補正がないからですね、もう本当に好きな壁を作っていただければなと思います。はい、じゃあのパターンまで全部今付け終わりましたので最後にちょっと養生を剥がしていきますね。でちょっとこういった毛羽立つところは手で押さえてあげる。こうやって整えてあげるとすごく綺麗に仕上がります。あとはパターンまでつけて養生まで外して漆喰が完全に乾くまで換気と温度調整は注意していただければと思います。で温度に関しては4月5月とか夏場とか秋口とかっていう、まあ気候のいい時はいいんですけど、冬場で寒い時、発火って言われる、これ白い漆喰塗ってるんであれなんですけど、色のついた漆喰、例えば、まあブルーグレーとかミントグリーンとかっていうものを塗ってしまった時に、まあ、色のムラができてしまったりっていうような恐れがあるので、そういった温度の管理と、あとは、十分な換気ですね。はちょっと最後しっかりしていただいて、だいたい1週間からまあ10日ぐらい換気自体を毎日していただけるとすごく仕上がりのいい漆喰壁になるかなと思います。はい、昨日塗ったボードを1日乾かしました。完全に乾燥するまではしっかりと換気の方をお願いいたします。パターンの跡も出てまして墨とかも結構綺麗になっているので、まあ、そこそこいい仕上がりなんじゃないかなと思います。で、漆喰を塗る上での、まあ、ポイント、ちょっと重複になるかもしれないんですけれども、この漆喰、狙ってる漆喰を、こう、コテ板からコテにこうしっかり乗せれるかっていうところは、まず第一のポイントになってきます。あと、端っこですね、墨の方まできちんと漆喰がついてるかどうかっていうところもとても重要になります。養生がちゃんとできてるかどうかっていうところによっても変わってくるんですけれども、際まできちんと綺麗になってる壁っていうのは、見た目の完成度っていうのがグッと上がりますので、ここはちょっと意識してチャレンジをしていただければなと思います。と、あとは、塗るときは大胆にっていうところですね。こう細かい狭い範囲、同じところをこうやって、こうちょこちょこちょこってするのではなくて、こう手を大胆に動かしていただいて、大きい広い範囲を、まあ、縫う意識でやっていただければなと。途中でやめるんではなくて、一面はもう全部塗っていただく。途中で休憩とか、まあ、次の日に回さずに塗っていただくっていうところですね。で最後に道具は、こまめに、きれいに洗ってくださいねっていうところですね。今の5つのポイントってすごい重要になってくるので、この部分ちょっとまあ意識して、実際に漆喰塗られるときは、参考にしていただければなと思います。
っております。今日は、まあ、塗ってみました編っていうのをご紹介させていただいたんですけれども、冒頭でちょっとお伝えしたように、次回以降は少し話がまたちょっと戻ります。道具の紹介であったりとか、シーラーの塗り方、養生の方法っていうところの、まあ、準備のところですね、まあ、段取りのところをご紹介してまいりますので、そちらの方もぜひ見ていただければなと思っております。次回以降もぜひお楽しみに。バイバイ、岩田優でした。